成人とか俺ね、いろいろこうあの遡りますと、まず最初は CB の404だったのかな、この成人とかではな。ほんでその後 GS モーターやもらいましたね。うん、もらったんですか。借りてんじゃない。借りてる、借りてる、借りてるやん。モーター言うたら借りてるやん。ほんまあまあ仕上がりつつあるやんか、はい、あの二人ともオーナー一緒やねん。ですよね。うん、ほんで今日はあのそいつのガレージに来てるわけ。ほんでもうなんかハーレーのほんのトラックがポロンと置いてあるけど結構バイク いっぱい持ってんねんみたいですね。うん、だからね、あのね GS400 を人から借りてるやつ、なんか勝手に色塗ってとか書いてるやつおったけど、うん、いやめっちゃバイクいっぱい持ってるやつやから、はい、ええー、ねんほんでだからもうちょっと待って、それは本人にもう一回立ち返りますけど、ええー、ねえ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 。だからあのいやいや言い過ぎやねん。こう見てるやつも自分の友達との物差し、はい、を使ってあの俺向かってくるからおかしなことだね。だって俺の物差しとこれ見てるやつの物差しはちゃうからな。結果貸してくれてるからもうええやんちゅう話やし、うん、あのガチャガチャ言うと黙って見とけっていうふうに俺は言いたいわけ、はい、まあまあその不満どうでもええわどうでもいい。とりあえずあのなんと湘南爆走族のバブが仕上がったらしいんで、はい、ちょっと今日は見に行きましょうか。ほんであのオーナーのロミオ君です。はい、ロミオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのあれやろ別に、はい、GS ドライスだって構わへんやろ。はい、ほらかっこよくなったんで。そうだ、ほらほら、はい、ええやんだから。ボロくなったらダメですけど、もう何しようともな、はい、そんなもんだからあの見てるやつ、いやいや言うなよ話やば。楽しんでみもうなんか揚げ足とんの必死になってさもしいやつやでほんまに。ちょっとちょっとこれなんなん。これはこれあのカーレーのトライクです。トライクで、はい、あのなんか特別なやつか。これあのクールス あの秀光さんっていうあの方いらっしゃるんですけれども、はいはいはい、秀光さんに作っていただいたあの秀光スペシャルっていうあのハーレーのタイプですね。これほらハーレー界隈ではもうすごいの。そうですね、自分もあの秀光さんのところでやってもらいたいなと思って行ったら、ちょうど岩城浩一さんと秀光さんがいらっしゃって、なんか入りづらいなと思って入ってったら、はい、うん、はい、なんかちょっと悪そうなおじさんたちがいっぱいいて、おお、なんだ小僧みたいな、乗りたいのかとか言って後ろ乗れって言われて、初めましてなんですけど、いきなり後ろ乗せられてバーなんて走られて、あ、じゃあ買いますって言ってローン組んで必死で買った一台です。いや、やっぱりあのエーストってそういう風にこうフレンドリーやんな。そうですね、はい、だからガチャガチャ言わへんねんまだ言うかほんまに。なんか言う書いてるやつおったで、あの人のバイクにまたがるなんてそれだけでも嫌みたいなことな、なんかあの書き込みでな、はい、書いてるやつおったけど、うん、どんだけ結論が小さいねお前それでも家おれよもうお前はバイクなんか乗らんでお前まあまあ本人同士がね了承を得てればね面白いな。グリップ木やん。はい、木です。はい、木やね。私のこれもう何年だろう、12年ぐらいそのままなんですけど、壊れないですね。木が？木も、立派な木やないの。そうですね、パシって割れたりしそうですけどね、はい、そうやな、なんか濡れたり乾いたりしてな、うん、面白い。これが買った時300万ぐらい。あ、そんなもん。はい、で、ローン組んで喋ってるんですよ、ね、なんでいきなりかけてるんですか。スイッチ押したからね、話大事な。えでもそんな何もとかどうせ見てるやつ買わへんって300万円って、もうほんと300万ローン込んで300万円な、はい、うん、でも一発やな。
安定せえへんな、やっぱな。ずっと止めっぱだったんで。もったいない、言うからな。こう、だからこそこうやね。いっぱい置いてんねん、だから。乗ってます。だから、うん、結局、俺の GS も俺のじゃないわ。今俺が一応借りてる GS も、はい、あれも俺が乗ったってるから、あの走るだけで。はい、大きっぱいだから、こんな感じ。そっか、眠らせて眠らしてました。そうやろ、はい、そう思ったらお前どっちが GS のためになんねんじゃん。はい、よし、ちょっと見せて。はい、ほら見て、こんな単車あって。これまた全部じゃないんやね。これ3分の1か半分ぐらい。そうやね。おお、まだまだバイク持っててね。1台ぐらい構えん。これバイクできた。はい、絞ってるね。はい、これあのもう来た時はちょっともうあのやっぱもう40年近く前のバイクだったんでボロボロだったんですけど、そのネジの一個一個まであの工藤さんが真夜中通りかかるとこう磨きながら組み立ててくれたんですけれども、ネジをネジも一本一本磨いて、すごいな。確かにすごい、でもピカピカですね。これで大体 GS 走ったのな。そうですね。はい、あとポイントは、うん、まあ、風防と、うんうん、あとあのタンクもこれあの核タンクの、バブになってて、石川明がこう、うん、核タンクのバブだったん で、あと白シートに、三段シートダメなんですけどちょっと雰囲気出すために、なるほど、白シートにして、白シートにしてもらって、うん、楽しい。であとまああのロッカーのマフラーです。ロッカーのマフラー。ロッカーのマフラーですね。CB400N っていうバイクで、アキラのバイクは本当は CB400T っていうやつなんですけれども。ええよ、その T やろうが N やろうが。あなあ。やっぱこう。コメントで来るんで N じゃないのみたいな。分かんないと思うんですけど、お前が乗るときは T 乗れや、ほんなら、はい、こっちは別に N で A カラーで乗っとんのよ、はい、いちいち人が乗る単車ごちゃごちゃ言うな。お前が買うときそうせんバーカこの辺はデッキ本当はもっとお2班だったんですけど、それもちょっとやめましょうってことで、ね、やんちゃ感をちょっとやめて、はい、これは真ん中ここか、はい、はい、で、スタートここか、はい、あ、バブやバブや、バブ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 やな、これだから漫画で言うと、はい、俺ら世代は湘南爆走族やな、はい、アキラやな、そうです、石川アキラで、今のあの若い子たちは東京リベンジャーズのマイキーって言わないとバブは
石川明のバイクだよって言うと、なぜ石川明マイキーが乗ってる、はい、だから若い子にごっつい人気なの。そうです。 TikTok で若い子が乗ってひよってるやついるっつって言ってただ撮るみたいなバイクになってますね。あ、なるほどなるほど。はい、じゃあやりましょう。ひよってるやついる。どんな感じなん。俺あれ映画見てるからわからない。ちょっと恥ずかしいですね。どんな感じなん。ひよってるやついるっていう。言うの。いかつく言うの。いかつく言ってください。なんて言うの。ひよってるやついる。知らんねん。だから映像見せてくれや。決めを作ってよ。なんですぐ恥ずかしがるの。あげよ。ひよってるやついる。何やねん。なんで、あの目標がようわからへんけど。よくなかったです。そうですね。無茶ぶりにも程がある。ゴールが。動画見ましたから、いけますよ。この中に、ひよってるやついる？何やねん、それ。何やねん。もう一回やる。何回やっても一緒やん。高校生ぐらいでこれ乗ってたらかっこいいよな。